捨てると人生が変わる癖3選、まず一つ目、結果思考です。起こったことにこだわる癖。そうではなくて、すべてのものはうまくいくための過程なんだって。さあ、ここからどうしようっていうね、切り替えるっていうことが大事なのね。二つ目は、克服思考。なんかネガティブなことが起こった時に、自分の中のどこがダメなんだろうと、克服すべきものを探して、克服すればうまくいくと思ってる人多いんですが、欠点とかネガティブな部分っていうのはなくならないので、それを受け入れること、許すこと、長所進展、自分のいい部分を表現したり伸ばしていくってことに切り替えましょう。3つ目は完璧主義。完璧な自分になることはない、完璧に状況が整うっていうことはない、それらをぜひ意識して、今の自分で前に進んで、ネガティブなことが起こってもそれにとらわれず、うまくいくための過程の出来事だと捉えて、そこからまた次々変化させていかれるといいかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。